下には何があるかわからないけれど、君と二人一緒にずっと歌うよ。間違った超間違った。あーやっちったな、ほら。はい、あ、じゃあまた買ったものを紹介します。おいどんが買ったのはこのレザーローションっていうやつなんだけど、革製品に塗るんだけど、革製品に塗ったらなんかぬるぬるして気持ち悪いから使うのやめちったんだよ。はい、使うのやめちゃったんですね、あのレザーローション。はい、じゃあ次、次は何がいいかな。今日も小学校行かなきゃ、今日も中学校行かなきゃ、今日も高校行かなきゃ、今日も大学行かなきゃ、今日も就職しなきゃ、今日も結婚しなきゃ。ほら見ろ、俺の人生全部パクリだ。リスペクト、リスペクト、リスペクトって言っとけ。リスペクト、リスペクト、リスペクトでございます。はい、じゃあ次買ったやつ紹介。買ったっていうかもらったやつです。この時計なんですが、この時計はですね、私が時計欲しいなと4ヶ月ぐらい迷ってましたら、お友達が、この時計もう汚れとか傷多いからあげるよって言ってくれました。6万円の時計だそうです。これがもしもらえなかったら僕はダイソーの100円の時計を買おうと思ってました。はい、じゃあ次の曲は、ずっと脇役で暴力受けるだけ、暴力受けてもずっと笑ってなきゃな。生きるために、生きるために、漫画にしてもらうために、漫画の外に出たいな、漫画の外に、この世の外に出たいな、この世の外に。 Oh yeah。それそれそれ。はい、終わりです。はい、じゃあ次、最近買ったものを紹介します。最近買ったものは重曹です。僕は重曹ちゃんだよ。あ、重曹ちゃん、僕ミミアンのおじいちゃんおばあちゃんに買ってきてもらったんだ。おお、そうだったのか。なんで買ってきたか教えてよ。まあ、それはね、さっき紹介した腕時計が友達からもらったやつだろ。うん、友達からもらったやつはやっぱ汚ねえじゃん。そうだね。せっかく俺にくれたんだけどさ、やっぱり赤とか油とかついてるからさ、洗ってあげないと。なんか俺嫌なんだよね、人が使ったやつをそのまま使うのって。うん、僕も嫌だよ。あ、そうなんだ。重曹ちゃんもそうなんだ。そうなんだ、そうなんだよ。じゃあ今日は君を使って、っていうか君を水に溶かしてぶち殺して腕時計を掃除するからよろしくね。うん、よろしくねってこの野郎。はい、次の曲です。